職業昇進法を適切に使うことで、必要な手数を大幅に減らすことができます。今回は職業昇進法について、選び方と使い方を考えていきましょう。皆さん、コンパとボードゲーム好き VTuber のテトランパトルです。この動画は、ボードゲームアリーナ環境のアグリコラリバイズドエディションでなかなかうまくいかずに悩んでいる初心者の方に送る初級者に向けての手引きシリーズの第2弾になります。今回は職業昇進法の選び方というテーマでお送りします。うまく職業や昇進法を使えない、どんな職業や昇進法をピックすればよいのか、考えの一つを紹介します。ゲーム開始前に手札になる職業カードと昇進法カード、皆さんは上手に使うことができていますか？今回は職業昇進法について選び方と使い方を考えていきましょう。結論から言うと、職業昇進法は必要な手数を減らすことを意識して選ぶことで安定した得点につながります。前回の動画でも述べたように、高得点の盤面を作るには手数を増やすか必要な手数を減らすことが大切です。職業昇進法を適切に使うことで、必要な手数を大幅に減らすことができます。例として、木材集めの職業カードについて考えてみましょう。木材集めは出した後、5ラウンドにわたって木1ずつ入手できるという効果を持ちます。これは大雑把に言い換えれば、1手で5目を入手しているということになります。5目を入手するためには、本来必要な手数は約2手と考えると、一手分手数を節約できていますね。また別の例として、季節労働者の職業カードは日雇い労働者のアクションスペースを使うたびに小麦か野菜を入手できるという効果を持ちます。一手でこのカードを出し、二手で日雇い労働者を使うと二食料プラス小麦もしくは野菜となり、実質手数は節約できていません。一手で日雇い労働者、二手で小麦か野菜に行くのと同じだからです。しかし、もう一度日雇い労働者を使うと、3手で4食料プラス小麦か野菜を合計2個となり、実質4手分の動きができています。どちらの例でも必要な手数を減らすことができていましたね。では、次にどんなカードを選ぶべきかを見ていきましょう。職業昇進法を選ぶときは、最初は単体で強いカードを選び、後から組み合わせで強いカードを選ぶようにしましょう。単体で強いカードとは、文字通り、そのカードだけで強力な効果を持つもののことです。この動画シリーズの趣旨で言えば、1枚で必要な手数を大幅に減らすことができるものがこれにあたります。例えば、森林評論家の職業カードは、1ラウンドに出しておけば、ゲーム全体を通して無理せず7足以上が期待できます。7足を普通に取ろうと思うと、3から4手は必要なため、森林評論家を出す1手を差し引いても2から3手は必要な手数を減らしていることになります。また、旗番の職業カードは小麦の種に行くたびに畑を耕せるため、1回の小麦の種で2手分の価値を生み出します。3回から4回小麦の種に通えば、旗番を出す1手を差し引いても2から3手分の節約になります。これらのように、少しの手数でそれ以上の必要な手数を減らせるカードを選びましょう。単体で強いカードが見当たらなくなったら、組み合わせで強いカードを探しましょう。今までに選んだカードと組み合わせることで、より強化される効果を持つカードはないでしょうか。森林評論家の職業カードは、自分で森林、小さな森に行っても効果を発揮します。木こりという職業カードは、木材の累積スペースを使うと、さらに木1を得る効果を持ちます。この2つを組み合わせると、森林、小さな森で得られる木を増やしつつ、森林評論家で足を得られる回数を自発的に増やせます。旗番の職業カードは、小麦の種に行くたびに効果を発揮できましたね。穀物スコップという昇進法カードは、小麦の種に行くたびに、さらに小麦1を得られる効果を持ちます。この2つを組み合わせると、小麦の種に行くだけで、畑1枚と小麦2が得られるようになります。これらのように、組み合わせることで、より効果を強化できるカードを選ぶと良いでしょう。職業昇進法カードを選ぶとき、いくつか注意点があります。非職人という職業カードがあります。これは、起動させると、ラウンドの最初に食料1を支払い、畑1を耕せる効果を持ちます。
手数を使わず畑一を耕せるので、かなりの手数節約効果がありますが、起動条件は石の家に住むこと。つまり、このカードの起動のためには、先に石の家まで改築しておく必要があるのです。このように、起動の条件が難しいカードは、ゲームの進み方によって使えないこともあるので、選ぶときは十分に気をつけましょう。月々、月火事など、畑のアクションスペースを強化するカードはいくつかあります。これらを複数枚選び、ゲーム中に使用すれば、一度の畑で多くの畑を耕すことができます。しかし、畑は5枚が得点の最高効率になり、それ以上はかえって点数の伸びを阻害してしまいます。同じ要素を強化するカードを選びすぎないように気をつけましょう。単体で強いカード、組み合わせで強いカードのどちらも見当たらなくなったら、強くはなくてもまだ強化していない要素を補完できるカードを選ぶようにしましょう。使うか使わないかはともかく、万が一の時に役立つ可能性があります。次にカードの使い方について見ていきましょう。こちらも結論から言うと、必要な手数を減らすことを意識して使うことが、安定した得点への近道です。選ぶ時から必要な手数を減らすことを考えたのに、使う時にも考える必要があるのか？答えはイエスです。使い方に気をつけないと、せっかく選んだカードの効果を最大限に発揮できなくなります。特に注意すべき点として、カードを使うタイミングとカードを使いすぎないという2つが挙げられます。出すのが早ければ早いほど高い効果を見込めるカードは当然早く出したいですね。しかし、その効果は5ラウンド最速増員に勝るものでしょうか。5ラウンドで最速増員した場合、9手数分が余分に使えるようになります。序盤でカードを出しすぎて最速増員を逃すことになると、結果的に手数が増えるのが遅れ、せっかく出したカードの効果を活かしきれないということにもなりかねません。1ステージに出す職業、昇進歩は、多くても2から3枚に抑えると、安定して増築、増員の準備ができます。選んだ職業、昇進歩をできる限りたくさん使いたいという気持ちはよくわかります。しかし、闇雲にカードを出すと、手数を無駄に使うことにつながってしまいます。職業や昇進歩を出すために使うことになる、授業や集会所のアクションスペースは、決して強力なアクションスペースではありません。ゲーム中、積極的に使用するカードを、職業、昇進歩、それぞれ3枚ぐらいに絞り、それ以外は他にできることがない時に出しに行くぐらいの気持ちでいた方が、点数の安定につながります。今回の内容のまとめ。職業、昇進歩カードを選ぶときも、使うときも、必要な手数を減らすことを意識すると、安定して点数を高めることができます。職業、昇進歩を選ぶとき、最初は単体で強いカードを選び、後から組み合わせで強いカードを選ぶようにしましょう。また、カードを選ぶ際は画面上の3点に気をつけましょう。カードを使うときには、カードを使うタイミングと、カードを使いすぎないということに気をつけましょう。カードによって必要な手数を減らすことはとても大切です。しかし、選び方や使い方には気をつけないと、そのポテンシャルを発揮しきれないことも多々あります。今回の動画を参考にしてみてくださいね。ためになった。参考になったという方は、動画の高評価、チャンネル登録をお願いします。それでは、またです。